こんにちは、ゆうです。バズドラのおじさんです。これの初めてちゃうわ。久しぶりですね。3回いましたね今。はい、はい、今日ね、無課金闇属性、無課金サブサブ赤闇属性縛り長老、もう言い方を忘れてしまった。はい、はい、やっていきたいと思います。昨日ね、ちょっとコミュニティにアンケート取らせていただいたんですけど、まあ、ね、ちょっとまあ動画もね、ちょっと久しぶりに見てみたいなということで、はい、今日使ってみたいのがですね、まあちょっと出てたんですけど、あれはその、まあキルは出てたんですけど、キルはね、実はね、ちょっと、まあ、相方みたいな感じで、ちょっとメインはね、実はね、これお伝えし忘れてたんですよね。もう、はい、今から55日前ですね。今から55日前。もう、何日前わからんけど、で、スーパーゴッドフェスで実はね、無料からね、もう、なんか期限切れそうで、ね、しかも動画撮って暇なかったんですけど、イケメンルシ、こっちごめんなさい、これ普通のルシファーや。こっち、はい、打天使ルシファー天使ルシファーを無料でね、ゲットしたんですよ。それ一回使ってみたいなと思ったまま、こっちやと、18日前でした。ごめんなさい。55日前は盛りすぎ。はい、18日前。それでは今回ね、この、まあ、ルシファーコンビ、イケメンコンビ。なぜこのイケメンコンビにボイスをつけなかったのか謎なんですけど、まあそこはね、僕って個人的について欲しかったんですけど、それではこちらを使って、ちょっとね、あるダンジョンにクエスト、まあ、クエストなんですけど、挑戦していきたいと思います。はい、それでは、8月の今回やってくるのはクエスト13ですね、13。多分ね、13で、ね、僕ガチャドラこのアカウント持ってるんで余裕でクリアできると思うんですけど、もう、まあ、なんか体勢積み忘れて、なんか、見にくくて普通にミスって、そのまま、もうやめようと思って、なんかやめて放置してるんですよね。まあ15はもうニューマークついておりますわ。はい、もう、さっさとパーティー紹介。ちょっとそれでは、8月、クエストダンジョンレベル13へ、アカンパニーオン、クエスト13へ。はい、こんな感じのパーティーでございます。ちょっとね、はい、わけわからんパーティーなんですけど、はい、まあご紹介しましょう。リーダー、キルアですね、暗殺一族のエリートキルア。こちらのリーダースキーがね、闇光の同時効果ダメージを 60% 軽減、4コンボ加算、8コンボ以上でダメージをまたまた軽減、攻撃が23倍、固定1ダメージということでございますね。はい。こんな感じでございます。はい。はい、で、アシストが、ちゃんとね、こちらも一応もう、ハンターハンターは僕のついでに好きなんで、ついでにというか、もうそのパズドラより前に知ってて、好きなんで、はい。リスペクトも込めて、はい、カイトの武器つけております。はい。で、こちらがアブソリュートタルタロスですね。はい。言いにくいな、もう、直角性浮遊で上限解放。んで、修繕、誰だっけ、マジック・ザ・ギャザリングの、ジョイラ武器ですね。はい、つけてもらいます。で、こちらがアブソリュートタルタロス。はい。あ、2回言うてもうた。それで2体いるからか。はい。上限解放です。直角性浮遊上限解放。で、転野者のコートをつけております。はい。で、こちらがカーズですね。カーズに、無効貫通学ですね。まあ言うたら。で、スキルチェーン2つ、神キラー3つ。で、バレンタインクシナダの武器です。ここいつも噛んでんね。はい。で、このアカウント、HP タンクの、ハーデスドラゴンですね。今作れますね。直角性回復 LG、スキルプラスプラスプラスね。アマージュ武器でございます。はい。で、こちらがイケメンコンビですね。イケメンコンビに、直角性潜在が HP 盛るやつを3つ。で、もっとやり合おうぜ。これなんかガンホークラブのね、はい、なんかの武器です。で、さっきね、リーダー好きが噛み合うっていうのが、光か闇を5個以上つなげて消すとダメージを半減、高級か10倍、5コンボ加算、悪魔と神タイプの全パラメーターが 2.3 倍で、で、闇と光をね、光と闇消して、固定ダメあるのが僕のね、正直キャラじゃ、キルアしかいなかったんですよね。で、こんな感じの編成になっています。バッチは HP でございます。はい、僕がアカンパニーオン8月レベル13言ってるんですけど、何回もアカンパニーオンホーム画面へで逃げられてます。ほんまに。だからもう悪いけど、これからすぐ全部ただの、いや、ちょっといたから。ごめんなさい、ひそひそボイスになったの最後。ごめんなさい、噛みかけました。はい。で、キルアってどんな声やったっけって考えながら喋ったら、はい。すみません、キルアファンの方いらっしゃったらほんますいません。はい、僕普通にね、キルア君とね、はい、
誕生日、え、ごめんなさい、誕生日ちゃうわ、誕生日ちゃうわ、キラ、ハンターハンターが出た当初ジャンプ読んでたんですよね。はい、そんだけです。はい、ごめんなさい。なんかキルア君とお友達みたいな、その、なんかゴン気取りでいたわ、今、僕。ちょっと、これ、倒さんでええのよ、ここ。別に倒さんでええのよ。倒さんでええのよ。OK。はいはい。でね、そうか、じゃあ、誕生日のついでにね、ちょっと僕、なんか、ちょっとね、時間ある日にね、最近か、僕と同じ、あ、ハーデストーンも保った。これ今使わんでいいよな、別に。タルタロスで行こうか、もう。これで、もう、で、あ、そう、誕生日の話か。誕生日の話で、僕ね、5月30日生まれなんですよね。はい、5月30日生まれで、ゴミゼロの日なんですけど、そうか、生配信したっけな、今年なんか。その YouTuber みたいなことしたかな、ちょっと覚えてないですけど、それでね、OK。カーディスダゴン使おうか。OK。で、声優さんとか著名人の方で5月30日の方とか結構調べることがあったんですけど、まあ、それでそのね、僕の大好きなガンダムの、まあ、キラヤマトの声優さんと僕同じ誕生日なんですよね。んで、じゃあ、他のアニメキャラで5月30日生まれの方いないかなと思って、アニメキャラに肩というのもなんか変ですけど、まあ。いや、ちょっとやめて、びっくりした。OK。え、これ使い方モード。どうしよう。使う方がいいんかな、どうなんやろ。とりあえずやで。とりあえずこれ使って、キラーは大丈夫。こっちは大丈夫。じゃあ、修繕で泥気をかけて、OK。はいはいはい。なんかもう、待って、散々乱弾したやん。散々乱弾で十字組んだやん。情けない、パズルしたな、今。いけた。おっしゃ、で、そうか、何の話したっけ。誰やってこれ。ごめんなさい、ちょっと待って、なんかもう、ちょっとトークがつきそうやったんで、はい、ちょっと歌でごまかしました、今、ほんま、ごめんなさい。正直言います、はい。何使ったらええんかわからんくなって、はいはい。ちょうどええんら、いいとこに出てきてくれた、ほんまに。んで、そう、誕生日の話か。どうしようかな、これ、ちょっと待って、マジでどうしよう。最悪、経験張るか軽減でもっと後に置いときたいよな、でも、このクシナ溜まったら。ちょっと待って。はい。で、そうばっか言ってるけど、一切出てこへんっていうね。はい。もう、ごめんなさい、もう、はい。そう、思い出した。今思い出した。はい、これ、クレアム目覚めなんてどうでもいいよ。クリアム目覚めなんてどうでもいい、関係あらへんから。十字、こちらいくら積んでる持てんねんっていう話で、はい。よし。んで、そう、アニメキャラと何、なんか一緒の誕生日のキャラいいひんかっていう話ですよね。いたんですよ。僕と同じ誕生日の、アニメキャラ。アニメキャラと言っていいのかわかんないですけど、キャラクターがいまして、なんとそれがね、動物の森のタヌキチ。はい。僕、タヌキチと同じ誕生日だったんですよね。タヌキチと同じ誕生日なのよ。で、ここキラーで威嚇しようか。このために置いてたんですよね。んーで、やで。
で、ちょっと待って、これどうしようもあらへんな。なんかワンチャン闇とか降ってこうへんから、ここ消しでそのままストーンと。たまに十字とか落ちてくるよね。なんかそれとか大きいんかな。大きいね。オッケーオッケー。なーら、勝てばよかろうなのの上のバレンタインクシナナで経験あって、でこれはちょっと次使いたいかな。よし、はい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 、そう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 。でタヌキチーと同じ誕生日やったんで、あのぜひね、あの動物の森やってはる方で、あのこの動画、あのもしここまで見てくださってる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひぜひあのタヌキチー、あの可愛がってやってください。ほんまにもう我が子のように可愛がってあげてください。はい、誕生日一緒なんですよ、タヌキチと僕。だからもうね、こういう僕もね、まあ実はこんなん言うてますけど、動物の森、ちょっと待って、闇見すりかけた。は、やったことありません。はい、やったから僕、タヌキチがどんなんかも、厳密に言うと、多分タヌキやろうなぐらいしか思ってません。で、動物の森出てくるから、なおさんね、タヌキやと思ってます。はい。ちょっと待って、喉乾いた。よし。んで、これ何やったっけ？あー、闇溝だね。闇しゃべれてん。OK。じゃあもう、しゃあないし、あれか、ここ多分確かに覚醒向こう飛んできたんかな。なんか、それで諦めたんかな一回。よしよし。はい、でね、この動画で、覚えていってもらいたいことは、はいはい。ちょっと待って、危ねえ。タヌキチが僕と同じ誕生日ということと、はい。まあ、それぐらいですかね。はいはい。OK, OK, OK. あ、赤カウム。非属性。ちょっと待って、なんか先生でパーンとかいかへんやんな、これ。先生でパーンとかいかへんよね。ちょっと待って。2ターンの間ダメージ無効貫通、2ターンの間回復力半減。回復力は半減されてもいいんやけど別に。ダメージ吸収とかしてくる？ちょっとわからんけど、掴んでいいかなんか。はい。はい。あ、ちょっと待って、十字決めてん。やーたかした。オッケーオッケー。はいはい、弱体化。オッケー。痛い。ちょっと待って。ここで、ここ闇めっちゃあるから決めよう。ここで泥鏡かかるやろ？え？かからへんかった。かからへんかった。はいはい。とりあえずこうやろ？で、ここでいいか。よし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 。オッケー。ここでいったでしょ、さすがに。アカンパニー4。え、ちょっと待って。マジで。やばい。あ、読みつくってくれた。どうしたん？じゃあ、誠意を込めてこれ使っとこう、なんか。え、ちょっと待って。赤カウンさん、なんか、いいの？マジで。こうしたら、ちょっとやばい！やばいと思った、今の削り方。ちょっと。ああ、そう。今更ながら8月、クエスト13、クリアでしょ。はい、それでは、魔法石レベル13が届きました。ちょっと待って、魔法石レベル13って何？魔法石13個が届きました。レベル13の魔法石って何？
はい、まあね、ちょっとクリアタイム見てみましょうか、一応。はい、最後にご紹介、編成もご紹介します。ユーザー情報、プレイ歴、クリア歴、はいはい、9分 58.1 秒、ずっと喋りっぱなしでしたね。プレイ結果、濃厚でございます。はいはい、ちゃんと八つ当たりしましたからね、キリュアで。はい、というか、まあ、イケメンくんのね、イケメンコンビが、カップリングが、あまり活かせなかったような気もするんですけど、はいはい、まあ、こんな感じで、まあ、レベル13も勝てますよという、はい、動画でした。ほとんど僕のなんか、タヌキチの話でしかし、全然記憶がないんですけど、こんな動画でいいっすかね、ほんま。はい、それでは、はい、もうね、ここら辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。僕の、雑談にお付き合いくださり、ありがとうございました。それでは、それでは、まあね、この動画がもしよろしかったら、よろしかったじゃなくて、この動画が、もし面白かったら、チャンネル登録と高評価してくださると嬉しいです。はい。そして、皆さんもお疲れ様でした。ごめん、もう動画撮るの久しぶりだから、なんて締めてたか忘れた。それでは、はい、皆さんもお疲れ様でした。お相手は私、ゆうでございました。